3回目となる浜街道を北上中の文献さん、いわき市自由が丘まで来ました。今日は夏井川河口まで10キロです。桜の木が植えられている国道脇の斜面、足場が悪いものの見落とすわけにはいきません。まとめ。そして行く手に見えてきたのが、おお、海ですか。来た。国道ともそろそろお別れですが、広い駐車スペースが現れます。と、そこに見てます。ありがとう。ありがとうね。何年生？今6年生です。6年生ありがとうございます。よかった。僕は環境とかそういうのに気にしてるんですけど、やっぱりなかなか紙とかって拾えなかったりするので。一緒にやらないじゃん。なんそこためらうんだよ。一緒にやろうか。よし、仲間の証、オリジナルマスクとトングを。じゃあこれで今から一緒にこの駐車スペースきれいにするよ、はい、よーし、じゃあ行くぞ。なかなか広い駐車スペース、その一角に、うわ、大量のゴミが溜まっていたのです。なんでこうなるか分かんない。どう思う、こういうの捨てていく大人の人。ありえない、苦手な感じ。2人で早速拾っていきます。国道を行く文献さんの姿を見かけて会いに来てくれた地元の小学6年生。いいね、ありがとうございます。一生懸命です。そのけなげな姿にこの男も。3人で一気に片付けていきます。早い早い。ゴミが溜まっている駐車スペースの角に向かって3人で攻め込んでいきます。待てだぞ。そしてすごい綺麗になりましたね。和田くん、大活躍じゃん。ありがとうございます。と、そこに今、仕事帰りだったんですけど、あの文献さんにちょっと一言言いたくて。はい、うちの息子が、はい、あの自主的にゴミ拾い始めた。親として嬉しい限りなんですけども、あ、文献さんのおかげだな。うわ、嬉しい。恥ずかしいのもありますよね、地元でこんなにゴミがあるのは。するとこの方もお昼休みを利用して作業を手伝ってくれたのです。とっても頼もしいお二人のおかげで作業はスムーズに進みました。いいんじゃないですか。いや、ちょっとだけでこんなにあるんですね。希望のかけら拾ったぞ。ありがとうございます。じゃね。地元の皆さんのご協力に感謝です。本日は16クロマス、17クロマス。これで一安心かと思いきや、お、うわー、おほ、やばい、これはすごい。うわ、先ほどゴミが溜まっていた場所の反対側にさらに無残な光景が広がっていたのです。よし、やりましょうか。徹底的にいきましょう。鈴木ドライバーと二手に分かれて、とにかくどんどんかき集めていきます。この一角に一体どれほどの量のゴミが潜んでいるのでしょうか。そこには茶色い液体が入ったペットボトルも。
ここに車を止めたドライバーや同乗者が捨てたものとみられる信じられないほどの大量のゴミ。黙々と作業を続ける文献さんと鈴木ドライバー。そして作業開始から50分。この一角に12袋とあれが56本ありました。オーノー。このまま綺麗な状態が保たれることを祈るばかりです。とそこに応援に駆けつけてくれた子どもたち。ありがとう。この子どもたちの明るい未来を願って綺麗にしたい福島県。さあここからは積み荷のプロ鈴木ドライバーの出番です。来た。これでいけっかな。一旦すべて取り出し改めて積み直していった結果、これきついぞ。31袋目。ここまで拾ったすべてをなんとか積み込みましたが、次ドライバーあと何袋入りますか。これ3袋。はい。とはいえ決して妥協せず徹底的に拾っていく文献さん。やがて国道を離れ、白鳥さん、あとは海に向かって進むのみ。この日の行程10キロ、最後は潮風に吹かれながら、今日のゴール地点着きました。34袋目。鈴木ドライバーの見立て通りに入った。ちょうど満杯に。集積場所に移動し最後にしっかり分別を。苦戦が続くいわき市の旅ですが、この後あの驚異の海岸道路が待ち受けるのです。